それではここからマインクラフトに関する問題に。来た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 。ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って。取り手くん。はい取り手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 。はい。問題です。マインクラフトのエンチャントで呪いと呼ばれるものは2つあります。装備アイテムを外すことができなくなる呪いは束縛の呪いですが、ドズルさん、消滅の呪い。正解。よっしゃー。イエーイ。これはここ行かせていただきます。いおいしょ、おいしょ、おいしょ。あざます。やべ、全部消えた。よし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 。うわうわ。早押しだったな、今。今の早押しでしたね。早押しだったな、今。問題です。マインクラフトのクラフトに関する問題です。ジュークボックスをクラフトする際に、額縁の部分に置くアイテム。こちら何でしょうか？ドズルさん。ダイヤモンド。正解。よっしゃー、いいですね、いいですね、はい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 、来ましたよ、ドズルの時代。いやこれはここでいやーやべ、行かせていただきます。やばいやばい、さあ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 、やってきました。続きまして、マインクラフトのクラフトに関する問題です。ピストンをクラフトする際に額縁の部分に置くアイテム、何でしょうか？大原弁。はい、鉄インゴット。正解です。そうだ、早いな。カドッコいただきます。いやー強い。うわー強いよ。どうしようこれ。マインクラフトのクラフトに関する問題です。リードをクラフトする際に額縁の部分に置くアイテム、何でしょう？ドズルさん。糸。正解です。おー、よかった。うわー、分かんなかった今。今マジで分かんなかった。これはここかな、ここですかね。いやでも、うわうわうわ、はい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 、いや強い、はい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 、やべえ、真っ赤に染まっていく。問題です。マインクラフトにあるチューリップの色は赤色、桃色、白色、あと一つ何でしょうか？大原麺。はい、だいだい色。だいだい色。あ、オレンジ。正解です。まあ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 、いや正式名称だいだい色なんですよ。あ、そうなんだ。確認したら正式名称だいだい色だった。すごい、むしろすごい。じゃあこれはここが正解なんですかね。おお、はい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 、はい、あ、取れるよ。いいねいいね。いや強っ。ちょっとオラックも頑張って。オラックも頑張ります。頑張ろう。あ、それではここでパネルが残り5枚になりました。猫おじチャンスの番です。猫おじチャンス来た。正解したプレイヤーが好きなパネルを取った後に今後の展開に有利になると思う部分を消すことができます。おお、なるほど、はい、大事な大事な猫おじチャンスやっていきましょう。今のはじゃあ、まずは突っ込まないでください。いいじゃん、いいじゃん、別に。ちょちょ、はい、大事な大事な猫おじチャンスやっていきましょう。マインクラフトでネザーに生息する敵モブガストの足は何本でしょうか？オラフ君。4本。違います。正解です。オーバーメン。はい、9本。正解です。よう知ってるな。よう知ってるな。僕6本だと思った。違うよ。まずでは好きなところを一つ、はい、取ってください。白にできるんですか、それとももうピンクに。あ、いや、1個取ってどこかを消せる、どこかを白にできる。あ、どこかを白にできます。まず一つ取ってからですね。一つ取ってから、ここ一択ですね。そしたら、はい、これでここをいただきます。の白のからのからの白にする場所を。いやでもここじゃないか。おーい。おー、まあ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 。おー、すごい。そしたらオンリーもめっちゃチャンスになる。確かに。はい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 。次大事だ、これ次大事だな。次取りてー。オッケー。やばい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 。問題です。マインクラフトで発生する襲撃イベント、難易度ハードの時は何回に分かれて襲撃、あ、ゾズルさん。